皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。最近改造車ジャーナリストって本当ですかって言われたんですけど、本当かどうかは分かりません。ただ本気です。というわけで今回もボンドボディからカスタマイズの進捗をお伝えしたいと思います。で、今進んでいるものとしてはパナメーラの、テックアートグランド GT キットの製作と、あと今回新たに GLS の外装コンプリートの車両を作る某メーカーのものあるみたいなんで、それをお届けしたいと思います。あとは入庫してる車で各国車入ってるらしいんで、取れたらお届けしたいと思います。行ってみましょう。さあ、グランド GT の前にこの車、あれなんか見たことある。これだいぶ前に動画でインテリアの紹介で出させてもらってるんで、ちょっと入れておきましょう。で、これ実はテックアートのエアロをつけてます。なんと各部黒くペイントしたりとか。で、これ以前ご紹介させていただきましたけど、なんと内装もテックアートのほぼコンプリートになっているということで、もう外装内装仕上がる予定です。今絶賛作業ナウなんで、これ完成したら、オーナーさんの意向を聞いて出せそうだったら出したいと思います。というわけでこんなのもやってて、あとは奥の方でグランド GT 今作ってるんで、それ見に行きましょう。というわけでグランド GT は作業ナウで今こんな感じです。とりあえずバンパーなんかはついて、今これチリ合わせをしてる感じ、だいぶ終盤になってきてるみたいです。で、まだこの磨きの粉とかバーってついてるんで、ちょっとあんまりお見せできる状態ではないんですけども、フロントとあとボンネットをもう装着が終わってるということで、こんな感じで、であとこのオーバーフェンダーの部分も装着されております。で、今サイドスカートが取り付けナウな状態なんで、この辺のチリを全部合わせてつけるみたいです。あれ、これ塗るとなんか温めてこう変形しちゃって大変とかって。そうですね、ぐにゃぐにゃになっちゃう。ということで、カーボンの素材と違って塗った後温めたりすると、こうもちろんチリ合わせしてから塗ってるんですけど、ちょっとこう歪んだりするんで、それをつけるのが大変みたいです。こんな感じで、こっちはサイドスカートまだついてないんですけども、ご覧ください、リアのこのめちゃオーバーフェンダーな感じ。あれ、前回紹介した時は確か切りっぱなしでしたよね。こんな感じでつきました。ただインナーフェンダーとかまだついてないんで、こんな感じでこうまだここの辻褄が合ってない状態だから、これインナーフェンダーつけてしっかりこう完成する感じです。そして後ろに関してはトランクスポイラーとリアバンパーと、だいぶレーシーな感じになってるんじゃないでしょうか。で、基本的にテックアートのエアロパーツに関しては風洞とか入れて、本当にリアル300キロいけるような、もうアウトバーンでちゃんと使えるような設計になってるんで、こんな感じで、これ使えなくなってるんだよね。この上がってくるスポイラー使えなく、固定のスポイラーになるんですけど、その辺なんかもちゃんと空力計算したものになっております。なんで結構終盤な感じじゃないでしょうか。さあ、そして他にもマグノヒーロー、これ去年出た限定車ですよね。全部マットカラーの限定車、これがなんとカスタマイズで入庫しております。ブラバスのリップとボンネット、なんかもうここ最近こうリップだけじゃなくって、こうリップとボンネットでこうフロントのフェイス変えるっていうのが、ありがたいことにたくさんご入庫いただいてまして、これもだいぶかっこよくなる予定でございます。なんでこれも完成したら多分どっかの支店のブログでご紹介させていただけると思います。さあ、続いて新たに製作の過程をお届けする車を紹介したいと思います。こちらです。やってまいりました、マイバッハ GLS600 ということで、なかなか街中でも見る機会がない車なんですけども、これをさらに今回カスタマイズしちゃうということです。で、カスタマイズするブランドが去年行かせていただいたラルーテでございます。まずラルーテ、動画見てくださってる方だと、なんとなくこんな感じのメーカーだなっていうのは想像できてると思うんですけども、改めてご紹介させていただくと、大元は一応ロシア初の、エアロパーツメーカーになります。結構ロシアでそのものづくりがかなりこう進んでる国でもあるんですけど、最近の、いわゆるこういろんな情勢の関係で、今はドイツに本拠地を移して、自社で全部そのクオリティ管理できるような環境で、デザインから設計、製造、販売まで全部手掛けているような会社になります。で、日本だと多分これまず1号車になると思います。で、ヨーロッパとか特にアメリカ市場でかなり人気みたいで、結構他のブランドがない SUV なんかを中心にブランド展開しているチューナーになります。で、今回それの外装ほぼコンプリートになるのかな。動画でご紹介させていただいたやつは、いろんな特殊なカーボン使ってたりだとか、ボンネット変わってたり、グリルが変わってたりするんですけど、基本的にフロントサイドリアっていう、もうほぼほぼ外装コンプリートになります。で、前回りから見ていきたいんですけども、これが一応交換する予定のパーツになります。でも、交換というよりかはもう取り付けっていう感じになると思います。純正のこの下のこの黒い部分を全部そっくり外して、
これに変わります。で、ここデイライトがこんな感じでここに入る感じになるんで、で結構マイバッハって純正がこうのぺーっとしたというかもうつるんとしたデザインなんで、これ下側が出て、まあ、この三連のダクトなんかはそのまんまなんですけども、結構こう張り出しが強いデザインになるんで、かなりフロントの表情が変わるんじゃないかなと思います。ただこうなんかこうやりすぎてる感じがしない感じになると思います。で結構 GLS でも今までで言うとマイバッハ特にあのマンソリー一択だったと思うんで、そこに来てこのラルデっていうのはかなり人気が出そうな気がします。で素材自体もあのフルドライカーボンというわけではないみたいなんですけど、多分素材もいろいろ選べるんだと思うんですけど、かなりあのしっかりしてる、こういうこう爪なんかも再現されてる、かなりしっかりしたエアロですね。で裏側見ていただくと分かるんですけど、そのファイバーはファイバーなんですけど、まあ、いわゆるそのグラスファイバーそのペタペタ貼っていくタイプのファイバーじゃなくて1枚ものを多分貼ってるんで、もうドライに近いぐらいのその強度と精度が出せているようなエアロになってくるんだと思います。そして続いてサイドなんですけども、今回なんとワイドボディになっちゃいます。 GLS もともとでかいんですけど、さらにこのオーバーフェンダーキットをつけてワイドになるということで、でこれが被せるタイプになるんで、ちょっと軽くこんな感じで非常にもう薄いんですけど強度もある素材で、でこれが純正のこのオーバーフェンダーにこう被る感じで、ところどころこうダクトデザインになってたりして、ワイド幅で言ったらどんくらいでしょうね、1センチ2センチぐらいワイドになる感じじゃないでしょうか。でこれをパーツ的には前側とフェンダー側とあとダクト側の3ピースのパーツがこんな感じでつきます。そして後ろに関してはこんな感じではめてみました。で後ろに関してはドア側とあとフェンダー側とバンパー側と、まあ、ダクトっていう感じで、こっちも4ピースですね。で今これはめてみたんですけど、めちゃくちゃフィッティングがいいということで、結構こうエアロパーツ特に FRP なんかだと、まあ、型のその精度的なものもあるんですけど、割とこうつけてからフィッティング位置出し尻合わせしなくちゃいけないんですけど、今こう箱から出したのを車に当てただけで、ご覧くださいこれ、これ多分このままいけんじゃないのっていうぐらい精度がいい。これはなんか僕ら現場じゃないんで素人考えなんですけど、割とちょっとこう作業時間的にも結構こう短縮して、でホームページ見たらなんか全部つけて6時間とかって書いてあったんですけど、さすがにそれは無理だと思うんですけど、まあその精度がしっかりしてるんで、まあ、ちゃんとその取り付け時間もこのぐらいですよって目安が出せるぐらい、まあ、しっかりしたエアロになってくると思います。でこのドアのこの部分ですね、こっちに関してはこんな感じでこの別パーツがつくと、こんな感じでしょうか。はい、これ今下側がちゃんとはまってないんでここ段差できちゃってますけど、見てください、このこれです。これめちゃくちゃフィッティングがいい。これなかなかもうそれこそマンソリーのドライのエアロパーツでもない限りこの素材でっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。あ、ちなみにこれ下側もっとバチンとはまるんで、そしてワイドサーはそうですね、こんな感じということで、で今回とりあえずタイホイールに関しては一旦ノーマルでいくそうです。でどんくらいでしょう、やっぱり20ミリぐらいかな、スペーサーを入れて、でなおかつローダウンして、まあ、今回取り付けする予定です。で、まあ、今回このエアロパーツに関してはボディ同色でいくそうなんで、まあ、本当に完成したら多分そんなにこう茶会のゴテゴテした感じじゃなくて本当にまとまりよく仕上がりそうな感じがします。でこれに合わせて、まあ、サイドスカート純正で黒ってことなんで、まあ、この辺のペイントも別途行われるみたいです。そして後ろに関してはこのバンパー下半分をごっそり交換するタイプですね、こんな感じです。でもちろんその上のそのトップコートに関してはこれバッと処理されてるだけなんで、この辺でこう何ですか、この塗装の段差があったりするんで、これ全部下処理してボディ同色にして取り付けする予定です。そしてダルーテといえばこの縦のブレーキランプ、これがこのここにこんな感じで、はい、この隙間で見えるだけですけど、これラルーテプロモーションにもすごく力入れてる会社で、インスタを中心に本当にいろんな動画とか写真出てくるんで、まあ、その辺も興味のある方見ていただけるといいんじゃないかなと。そして結構この車あるんですかっていう、特に SUV を中心に設定があるんで、まあ、エアロパーツ探してたんだけどなっていう方にもかなりかゆいところに手が届くようなブランドになっております。そしてこれがトランクスポイラー、これこうかと思ったらこうですね。
こんな感じで、でこれもあのバサッとこうかぶさる感じで、ハイマウントがここからこう透けて出るような感じです。さっき仮付けしたんですけど、これもめちゃくちゃフィッティングがいいです。なのでやっぱりエアロパーツってこうフィッティング重要だと思うんですよね。チリが合ってなかったりだとか、なんか取って付けた感があったりすると、やっぱりこうせっかくのかっこいい車台無しになっちゃうんで、特にやっぱりこの辺の車はフィッティングこだわっていただきたいということで、まあ、それがちゃんと実現できるエアロパーツになってます。これあの経過でお届けしたいと思います。さあそして私あの大変なことを忘れておりました。なんとマフラーカッターも交換されます。これに関してはご覧ください。業界関係者だと、あそういうことかってすぐお分かりいただけると思います。純正の箱に入ってるこの純正のマフラーカッターに交換します。マイバッハだとどうしてもこの上下の2本出しタイプなんで、やっぱりエアロの迫力がプラスされるとバランスがずれてきちゃうんで、63純正かな、はい、AMG の刻印入れの63純正、この辺がしっかりこれに変わると、これだいぶいいんじゃないでしょうか。でマイバッハってすっごいエレガントで上品なイメージですけど、少しそこになんかちょっとスポーティーな感じとか、ちょっと悪そうな感じとかプラスされるようなこんな感じのエアロになってます。そしてもう一個いいですか、こちらご覧ください。これなんでこんな木枠映すんだよって話なんですけど、これあのエアロパーツが入ってた箱でございます。やっぱりしっかりしてるメーカーって僕らこう梱包から見てるんで分かるんですけど、梱包もやっぱりしっかりしてるんですよね。なのでちゃんとこの木枠に入って全部梱包されて届いてる。なんでまあ基本的にどの国に出荷してもクオリティが維持されるような、そんなちゃんと梱包した製品になっております。さあというわけで今回はボンドボディでいろんな車の進捗と、あとは新入庫のこの GLS をご紹介させていただきました。あのグランド GT が時間がかかりすぎて、あのどんだけ時間かかってるんだよっていうツッコミがあるのも分かっております。ただあのデモカーというか商品車になる予定の車なんで、まあオートサロンなんかでこう後回しになった結果、だいぶこう作業は長続きしちゃってるんですけれども、あの通常ご入庫いただける車に関してはあの順番通り作業しますんでご安心くださいませ。そしてあのありがたいことに大変たくさんご入庫いただいて、人手が全く足りておりません。というわけでリクルート欄、求人も募集しておりますんで、ぜひ興味のある方見てみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と、まあ、あとは最近インスタやってますんで、インスタのフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。